ドアガレットをね、簡単に描いてみましょう。まず形だけども、こんなね、浅いロート状の形を意識します。そして、光が今日はこちらからですよ。そうするとね、ここが影になります。これは肝心ですからね、覚えておきましょうね。そして、花びらです。こんな感じの繰り返しですよ。ただね、ここだけ、ちょっとね、短く見えます。あとは同じだからね、簡単でしょ。よし、じゃあこれ塗りましょう。デッサンが済んだので、まず中心にあるこの黄色い部分だね、これはもう本当にそのまんまの黄色い色に赤もちょっと加えると華やかでいいね。さて、こうここでね、明るいブルーを溶いてきて、ほら日陰のとこやね、最初考えましたね、そこを塗ります。もうただここをね、ブルー塗るだけ、とても簡単ですよ。そうしたら少し細い筆で花びらのここね、ちょっとスッと線加えておきましょう。ちょっと加えればいいね、こんな感じです。うん、でさらに赤紫の暗い色でここを決めたら、また今度はね、もう一度花びらの線をスッスッと加えます。さあ、だんだん見えてきましたね。そしてこれからね、ここがね、肝心なところだね。グリーンを暗く溶いてきたら周りを塗ります。そうするとどうでしょうね、マーガレットの特徴で、あるこの白さがね、ぐーっと浮かび上がってきますよ。ほら、マーガレットの感じに見えてきた。たっぷり絵の具だね。これは、マリグリーンで塗ってあるのは、マーガレットのこの周りに他の、ね、草花があるというイメージで塗ってるんですね。そして、そこのグリーンに黄色を混ぜたり、あるいはブルーを混ぜたりしてね、ちょっと変化をつけます。そうするとこのね、草の部分にも空間が見えてきます。そしてまたマーガレットの白さが一段と引き立つんですね。細筆に持ち替えて、そのグリーンをマーガレットの花びらに沿って塗り込みます。ちょっと失敗してもいいよね。もし失敗してきたらね、ガッシュのホワイトで少しね、直してやってくださいね。全然大丈夫。もう楽しく描こう。さあ、どうでしょうか。こちらもね、ちゃんちゃんとこう。まだ花に見えてきたでしょ。マーガレットだよ、これが。そして、この花がね、もっとそれらしく見えるため、このコツですね。実はここなんですよ。この茎を、しっかりと暗く描きます。こうするとマーガレットが空中にね、こうずっと背伸びしてきたように見えるでしょ。さあ、これで今日のね、マーガレット出来上がりです。はい、ね、マーガレット花描き上がりました。どうでしたか？見ていて面白かったかな？やっぱりこの花はね、美しいから、やっぱ絵にしてみたくなりますよね。でもちょっと見るとね、こう花びらがね、たくさんあって難しそうにも思えるんですけども、こういうものもね、こんな風に考えるともうとってもね、もう簡単に描けます。さあ、どうでしょう。私と一緒にね、水彩楽しんでいきましょう。それではまた。Thank you.
かがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。